魔法の呪文パタカラだよパタカラ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 のラの字は何のラタラタララジを聞いてラッパ吹けばライオンさんもラクダさんもラビットさんもラッキョ食べるラッキョラッキョラッキョありがとうございます。僕の最後ねフェードアウトなもんで、ねどっから撮ってかちょっと迷いましたけど、どうもありがとうございました皆さん。どうもありがとうございました。はい、またじゃあちょっとご休憩をいただきまして次の出番に備えていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、マイク渡しても大丈夫ですか。パタカラ、はい、パタカラ、はい、パタカラでございます。ぜひ愛知県の方でも ねパタカラ一つずつやるとは思わなかったありがとうございました、はい、とても上手でしたね皆さんね。これだけのね、キャラクターがこうちょっといろいろね、入れ替わるので大変なんですけども、はい、さあ一人以上、はい認知症の次は、はい、なんと英会話もやってるんですね、はい、ひとみさんはね、はい、YouTube で検索していただきますとエナイングリッシュと言いまして、はい、簡単に英会話ができるコツを、はい、エナカさんもね、はい、いろいろとね、動画で上げてらっしゃいます。こちらもぜひ見ていただければと思うんですけど、はい、こちらのなたみらく瞬間英会話、はい、こちらの本なんですが、はい、今なんと楽天の売上ランキング第1位になっておりまして、はい、どうも皆さんありがとうございます。はい、こちらの本の DVD と CD に江中ひとみさんが英会話体操ということでね、はい4曲ほどこの中に入っておりまして、はい、時制と主語と発音が大切だということでね歌って踊っております。はい、この DVD を見るだけで1週間で英語を話せるという優れものでございますので、ぜひ皆さん ね、はい、ご購入いただけると思います。はい、さあ、はい、今日はこちらのなたミラクル瞬間英会話に入っている歌の中で何を歌っていただけますでしょうか。はい、主語体操。主語でございます。主語、私とかあなたとか、はい、彼はとか彼女はとか、これがね、はい、なかなか日本語にはないんですよね。そうなんですよね。英語には必ずついているということで、はい、そこがポイントということでございます。はい、さあこの主語体操を今度踊ってくれる、はい、またお友達をご紹介したいと思います。はい、さあインドでも大活躍でございます。はい、はい、アイドルのエマさんです。エマさんです。はい、エマさん、エマさんこんばんは。はい、はい、遅くまで出番を待っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、エマさんはインドでご活躍ということで、はい、すごいですね。インドのミュージカルソングをカバーして、はい、素晴らしいですね。インドは、言語は何になるんでしょうか。ヒンディー語がメインなんですけど、はい、サンスクリット語とか5個とか6個とか結構言葉がいろいろあるので、すごいです、はい、ちょっとやって。そうですね、じゃあ、はい、自己紹介を、自己紹介を、ね、はい、何語でいきますか。ヒンディー語で。ヒンディー語で、はい、はい、メイジャパン世界カフメラナムエマフンシュクリア。おそらく誰も知らないのでね、合ってるか分かんないけど、これはすごいですよね。すごいです。私は日本の歌手です。はい、私はエマと申します。はい、ありがとうございますという意味です。で、はい、おお、でもね、世界に配信されてますからね。あ、そうなんですね。インドの方は見てますか。インドの皆さん、ナマステ。ナマステ。インドはね、人口が多いですからね。そうですね。はい、12億人すごいですよね。10億いるんですか。12億近く。12億、すごいですね。すごいですね。今日来てるお客さんとほぼ同じぐらい。そうですね。12億人が見てるかもしれません。さあ、そして、はい。はい、彼女がアメリカに住んでいるというカブサイモンさんでございます。カブサイモンさんです。どうぞ。かわいい、かわいい、今日も白いね。白いね、美白だね。カブサイモンさんの、ね、彼女アメリカにいるんですよね。そうか、ラディッシュちゃんっていう、ラディッシュちゃん声優はかかる。そうか、1年に1回はい、国際電話するカブけど、最初英語苦手カブから何言ってかちょっとわからないじゃあぜひね、このナタミラクを読んでね、そうか、はい、ラディッシュちゃんにね、国際電話するときに
どういうふうに電話すればいいんですか、国際電話するときは。国際電話はあれかわかんない、拙者のカブフォンで登録されてる番号に、ちょっとプライベート株か言えない株けど、タネシちゃんは英語で喋るんですか。そう株ね、はい、アメリカの方株から。アメリカの方、アメリカの株さん、はい、そう株、赤い色の魅惑なアイラブラディッシュ株とかって言うんですね。そう株さん、はい、すごいですね。すごい株よね、全世界に放送されてる、全世界に放送されてる、拙者は、いつでも、はい、ウェル株。地球の裏側からも声が変わるかもしれません。太は軽いですからね。そうか、メスリオデジャネイロからも来るかもしれません。そうか、ね、はい。そしてもう一人、はい、モイキャラでございます。チェリスキューさん、お願いします。チェリスさん、どこ行っちゃいましたかね、ちょっとお忙しいんでしょうかね。いらっしゃいました。いらっしゃいました。はい、はい、じゃあチェリスさん、じゃあ、これからね、じゃあ英会話の守護体操、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは、はい。
皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。素晴らしいですよ、ボードリーね。ありがとうございます。ナタミダくん、ナタミラくんとかね、カブザエモン、カブザエモン、使えるかゴロゴロが合ってる。カブザエモン、カブザエモン、ぜひちょっとね、検討してください。ね、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、じゃあ最後のプレゼントコーナーにお願いします。ナマステ、ありがとうございました。じゃあしばしご休憩をください。はい。はい。続きましては、はい、こちらでございます。谷中ひとみさんが、はい、最初に出しました CD、オフサイドガール。オフサイドガール。こちら、ポップでキュートな、はい、歌なんですけれども、はい、これが優先順位にもなりまして話題になったんですが、これをなんと、はい、バラード調にアレンジをしていただきました、はいはい、ということで、はい、これを歌うんですが、はい、椅子に座りたいね、きっとね。あ、すいません。ちょっと格好つけますかね。そうですよね。そしてこれはね、格好つけますね。ちょっと格好つけちゃおうかな。かわいいのに、はい、もうあれですか、マイクスタンドいらないんですか。そうですね、はい、でこれをですね、はい、江中瞳がギターを弾いて歌うと言ったらですね、なんと遍路木さんが俺が弾いてあるということでね、であちらの白いギターを弾いてくれたけど、ギターをちょっと取れますでしょうか。はい、すいません。はい、おっとおっと、それで大丈夫なの。ちょっと危ないですね。大丈夫です、はい、さあ戦うだけじゃないんですね、遍路木さんはね。どうしましょう。遠藤さん、ステージの方がいいな。ステージの方がいい。はい。じゃあ椅子に座ります。ちっちゃいですよね。じゃあ大きいのあります。丸いやつなかったですね。これでこれですか。あ、じゃあ遠藤さん、これこれでどうぞ。じゃあ私そっちで、じゃあ。あ、そうします。はい、じゃあひとみちゃんがね、小さい、はい、お尻が大きくて、どうもありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。これなかなかね、あまりね、今まで歌ったことがない。そうですね。バラードバージョンでございます。はい、そしてこれ注目ですけどね、はい、鬼と忍者と、はい、何でしたっけ。何でしたっけ。獣と鬼と忍者の、はい、ですかハイブリッド。ハイブリッド、はい、遠藤木さんがギターを弾く、はい、これなかなか見れないかもしれません。そうですね、はい、なんかお上手なんだそうです。すごい上手ですよね、はい、うん、なんか違いますもんね、持ってる姿、ね、なんかね、たまになってますなんか南こうせつさんみたいな。はい、ではでは、じゃあね、ジーンと胸に染みる名曲でございますね、はい、あのドラムにも注目してください。コメキーさんにも注目、遠藤木さんにも注目してください。はい、じゃあオフサイドがあるバラードバージョンお願いします。聴いてください。Thank you.
もありがとうございました。素敵なギターと素敵なドラムありがとうございました。ヘビロキさんかっこいいですね。めちゃくちゃね、めちゃくちゃなんか見とれちゃいました。なんか目がトロッとしましたね、瞳じょうね。はい、してもなんか、はい、ちょっとギターを集めて、はい、すみません、お客様、ちょっとそこにお客様、すみません。はい、はい、ありがとうございます。申し訳ございません。はい、猪木さん、ありがとう。じゃあ、またちょっとご休憩いただいて、最後に大きな仕事が残ってますからね、猪木さんね。はい、ありがとうございました。はい、いろいろとね、ステージ上散らかってますので、すみません。ひとみちゃんの弟さんが見たら、さぞ怒ると思いますけどね。ちょっと、捨てなみたいな。ちょっと捨てなさいってね、言われて。はい、はい、はい、ぼーっとしてたらちょっと忘れちゃいました。次は次は、さよならに魔法をかけて。そうですね、はい、次は最後の曲になります。最後の曲になります。はい、なんかひとみさんの今、はい、曲として、レクジョグとかアマゾンとかね、はいはい、配信されておりますので、この歌を聴いてもしいいなと思いましたら、はい、レッツダウンロード。ありがとうございます。さあ、この歌は、はい、なんて裏面がね、ひとみごろなんですね。そう、ひとみごろなんですね。リバーシブルですね。リバーシブルでございます。はい、はい、水戸藩の非公認ゆるキャラとかいます。はい、DJ ゴロゴゴロゴさんが一緒に踊っていただけるということで、はい、ご登場でございます。はい、DJ なのに喋れんて。ちょっと喋るんですか。全然ダメなんです。Can you speak Japanese? 潔くて私は好きです。No, I can't ということでございますよね。じゃあ、ちなみにこれは何ですか？What is this? グレートみたいな。あ、ベルトですね。チャンピオンベルトかな。素晴らしい。はい。ということでね、DJ ゴロゴさんのパフォーマンスも楽しみで、ね、はい。なんか告知があるんですね。じゃあ、代わりに一人で言ってあげてください。はい。そうですね。はい。テイチクレコードから出ております。小林満さんの超解散というものが、はい、DJ ゴロコさんと非常に深いつながりがあるということなので、はい、よろしければ、はい、レコード店で、はい、予約購入していただければ嬉しいと DJ ゴロコも申しております。はい、はい、じゃあそれでは最後の曲になりました。はい、お別れは永遠ではありません。そうですね、また巡り合ってね、はい、皆さんとまたつなげられる、はい、はい、そういう歌ですね。はい、はい、そういう思いを込めまし て, めまして、はい、さよならに魔法をかけて聴いてください。涙をかくす離れたくない。
がとうございました。キュンとしますね。もうずっとね、7時からやってまいりました。はい、ね、本当にね、皆さんどうもありがとうございました。ね、どうですか？今日は楽しかったですか？楽しかったですね。はい、もう皆さんね、ゆるキャラの皆さんもとても楽しく、はいはい、明るくて、はい、はい、すごくステージも盛り上がって、はい、良かったです。はい。はい、ここでね、はい、何かね、地鳴りのようなものが聞こえてきましたね。はい、3万人のお客さん来てますしね。はい、全然なんか反応がないですね。はい、中学生ってな。はい、よかったですね。よかったです。リハーサルしててよかったですね。はい、じゃあちょっとアンコールに行く前にちょっといくつか、はい、そうですね、はい、この番組は世界に配信されておりますので、はい、視聴者プレゼントがございます。はい、はい、中ひとみさんはね、オフサイドガールとか歌っておりますので、サッカー大好きということでね、浦和レッズのコーチ、はい、元なでしこジャパンの柳田美幸さんが書かれました、はい、楽しい女子サッカー、はい、そして世界の中心は、はい、イタリアのミラン、AC ミランの全てがこの、一冊でわかるという AC ミランの全てという本ね、本田圭佑選手も在籍しました。こちらの本を2冊セットで10名の方にプレゼントいたします。はい、江中ひとみさんが所属します株式会社ナウンドまでね、はい、おはがきでは、はい、東京都新宿山口町361ラウンド、サッカーの本プレゼント係までね、そうですね、はい、お申し込みください。どんどんお申し込みください。もしくはですね、はい、E メールでもいいですね。あ、そうですね、はい、E メールでもこちら見えますかね、はい、はい、こちらに送ってください。はい、はい、厳正なる抽選の結果、はい、10人の方にね、はい、プレゼントしたいと思います。はい、そしていくつか告知でございます。はい、告知です。はい、江中ひとみさんの3月のライブスケジュールでございます。はい、はい、はい、お兄さんぼーっとしないでカメラ寄って、はいはい、3月7日、はい、3月7日、はい、こちらは東公園リカッテーで、はい、はい、3月13日ゴロちゃんのね、お友達が MC をしてるところにある ね、はい、LLBP にゃ、はい、LLBP 3月7日、はい、ですね、お世話になっております。いるよ、あ、しおりんも、あ、ユニさんも、ありがとうございます。そして翌週13日火曜日は、はい、駒込ワイヤーホールで、はい、はい、出るよ、わー、しおりん、ユニさんも一緒だ、はい、セットです。そして3月の20日なんですけども、はい、はい、こちらでございますね、こちら神楽坂マッシュレコーズさんで、はい、はい、はい、東日本大震災復興支援ライブを行います。こちらはですね、はい、入場無料でございます。入場無料なのでぜひ皆さんお越しください、はい、しかも豪華商品のね、はい、牛肉が当たるかもしれない、そうです、牛肉が当たります、ぜひ来ていただければと思います。はい、行くよ、行くよ、ありがとうございます。あ、ゆっちゅうさんもありがとうございます。そしてね、3月27日にも駒込ワイワイホールでね、ライブございますので、はい、ありがとうございます。優しいですね、お客様ね、嬉しいですね、嬉しいですね、はい、はい、じゃあアンコールでございます、はい、はい、アンコールは、はい、みんな揃うんでしたっけ。そうですね、みんな揃うんですね、みんな揃う、はい、はい、じゃあ皆さん、じゃあ再び、じゃあ壇上にお願いできますでしょうか。はい、ジェルスさん、言われてないのよ、アンコール、デブバイスクさん、はい、確かね、台本ではなかったような気もしたけど、じゃあみんなで一平くんも来てもらいましょうかね。あ、そうですね、一平くんもね、はい、はい、あ、のあ、寒いですね、はい、DJ ゴロコさんも、エンさんもどうぞ、エンさん、はい、エマさんも、エマさんも、はい、はい、ステージ乗れるかな、ゴロコ様どうぞ。今ね、ちょっととしぼんさんが抜けないか心配そうな目で見てるんで、大丈夫ですか、ね、大丈夫、大丈夫、大丈夫です、ゆか大丈夫、抜けたら日曜大会得意なメンバーさんいますので、はい、全然大丈夫。DJ 円六さんのね、はい、YouTube で恋カフェ見た後は熱血サチコマンということで全世界にね、はい、はい、配信しております。はい、では最後の曲なんですけど、どんな歌でございましょう。はい、はい、あの今度ですね、東京オリンピックが開催されます、はいはい、それへの応援曲、応援曲、そうですね、日本頑張れという、世界は一つだよという、はい、はい、曲です。まあ、友情の歌ですね、友情の歌ですね、はい、世界各国手を取り合って、はい、頑張りましょうという歌ですね。日本のね、良さをね、外国の方にも伝えたいです、はい、そうですね、はい、では曲名は何でしょうか。ラブジャパン、ラブジャパン、はい、はい、じゃあネイティブ発音にも注目でございます。じゃあお願いいたします。じゃあお願いします。Thank you.